うちのこみーチャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。今日は道の駅たらに来ています。国道207号沿線にあります。こちらの道の駅、月の引力が見える丘と言われています。うわーすごーい、有明海です。今夜はこちらで休憩させていただきます。お夕飯、瓦そばを作りますよ。まず最初に錦糸卵を作っていきます。あらよ、上手にできたかな。次に豚肉を炒めて塩コショウで味付けします。本来は牛肉を炒めたものが具材になってます。蜘蛛式の名物瓦そばです。ホットプレートで焼いていきます。いいやろ、もうこれで。できてますね。入れましょうか。いいの？出ちゃって。はい、乾杯。お疲れ様、乾杯。はい、瓦そばできました。いい？入れますよ。ごちそうさまでした。後片付けをします。油はねを掃除します。お徳を外して拭いていきます。綺麗になったかな。自宅のガスコンロとお手入れは同じですね。おはようございます。
え、これすぐついたってことは電源そのまま入れちゃったってこと？今までね、さっきないね、充電しよったって。あ、そうなの。はい、できました。あと特製ミックスドリンクです。いただきます。出発します。有名なアンスの鳥があって、何かさ鳥よ、何やろ。長崎と佐賀を結ぶ道路です。道路沿いに設置されたフルーツバス停です。ときめきフルーツバス停通りと言います。後日調べました。じゃない、何だったんだろう。ただシーラインを渡ります。諫早湾の開拓事業に伴って開通した道路です。湾を締め切るために作られた堤防の上を走る道路です。
道路の中間地点には有明海と諫早新地を望める展望歩道橋やトイレがあります。諫早市と海岸の雲仙市を一直線の最短距離で結ぶドライブルートです。今から雲仙地獄へ向かいます。目的地が見えてきましたよ。わあ、すごい湯煙。こちらは雲仙九州ホテルです。タイムズ B で駐車場を予約しています。1日220円です。タイムズから駐車場番号を指示されましたが、どこでも止めていいそうです。だって駐車場に番号振ってないんだもん。なんかすごく詰まってる。すごい音が怖い。
は、燃えてるよ。ピチピチと音を集まって鳴いてる感じの音だって。猫ちゃんがいる。猫ちゃん。あ、猫ちゃんがいる。撮らせてもらおう。猫ちゃん。野良猫ちゃん。お、いっぱいいるじゃん、猫ちゃん。本当だ。猫ちゃん。気持ちよさそうだね。うん、床が暖かいのかな。はい、たくさんいるじゃない。床暖房？ねえ、床暖房なのかな。あ、冷たくない。猫ちゃんくつろいでる。まだ猫ちゃんが寝てて可愛いなと思って。うん、ついてるついてる。怖いね。地獄よ地獄。あそこ湧いてるね。ちょこぼこ。チャンネル登録してね。素晴らしいね。絶景です。ねえ、すごいね。絶景絶景。わあ、すごい。行くうちに乗れるじゃないですか。はい、
今日はここまでです。次回へ続きます。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。